紫輝くんの真摯なサービス精神に感動。海すら化粧水にするダンサーの新たな側面。戸部主催のバレンタインパーティーがミニゲームパートで多くのファンの注目を浴びました。しかし、その中で最も際立った存在が平野史業でした。ファンの中には彼に驚くべき知性に心を奪われた人たちが多くいました。 紫輝くんは番組を盛り上げるために臨機応変にボケやツッコミになり周囲をよく観察して素早く役割を切り替えることができる本当に頭の良い方なのだと感じますファンの方が言うようになんなん、この可愛い人彼が巧妙に織り交ぜた演技は予測可能でありいつもファンを驚かせていますそしてそこには恐怖を感じる人もいるようですがそれが彼の魅力の一部なのかもしれません 彼は周囲をよく見ており、自分の役割を臨機応変に切り替え、視聴者を飽きさせない驚くべき才能を持っているようです。紫テルのファンでなくても、その瞬発力にはただただ惚れ惚れするばかりです。バレンタインパーティーで新たに加わったバッキーも、周りを気にかけ、一生懸命にムードメーカーとして活躍しています。しかし、今回驚いたのは、彼が平野仕様の天使の前を目の前で見てもなお、 冷静でいられる心の強さです。これには脱帽しました。しかし、特筆すべきは彼が平野修行の前に心を奪われ、その美しさに圧倒されても、ハートの強さでぶっ倒れない姿勢にファンは感動しました。これはまさに、コミュニティに新たなバディシップの目を花開かせた瞬間と言えるでしょう。紫テルくんは、楽しませることや喜ばせることに心を砕いているとき、実は表情にたくさんの感情が滲み出ていて、 その様子は非常にわかりやすいものです。彼のサービス精神には感心します。彼がイケメンでありながら、みんなを楽しませようとする姿勢が素晴らしいのです。紫輝くんの真摯なサービス精神や、笑いを提供する姿勢は、彼がどれだけのイケメンであっても影響を受けることのない彼の魅力です。彼が、海すら化粧を水にするダンサーとしての一面を披露する姿勢は、まさに彼の多様性と豊かさを感じさせます。 紫輝くんの大胆なジェスチャーゲームは、ファンを笑わせるたびに新しい驚きを提供しています。過去の出来事を振り返っても、彼がジェスチャーゲームでどれだけユニークな一面を見せてくれているか、はっきりと覚えていないというコメントもあります。それが彼の魅力の一端でしょう。海すら化粧水にするダンサーというお題に対する紫輝くんの回答も、難しいものでしたが、その姿勢やアプローチにはファンも大いに共感しています。 彼の予測不可能なコメントや行動がファンを飽きさせません。こうした一連の出来事からもわかるように、平野紫耀は単なるアイドルだけでなく、独自の魅力を持つエンターテイナーとして、ファンを魅了し続けています。彼の創造性、柔軟性、そして人を笑顔にする力は、コミュニティに新しい視点と豊かさをもたらしています。これからも彼の活躍から目が離せません。